悪魔天候へようこそということで、今回もやっていこうかななんて思います。今回はですね、宮津港にやってきました。日本海ですね。まあ先週に続いてまた日本海に挑戦しようかななんて思ってます。いや、今日もいつもの大阪湾と違う魚釣れたらいいんですけどね。まあちなみにちょっと今日髪の毛の色が違うんですけど、昨日ちょっと大阪府の寝屋川市にあるヴィンテージっていうところでライブなんかしてたんですよね。まあまたそちらの動画も上げたいななんて思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ早々に行っていきましょうかね。ライブ終わった後、そのまま夜に宮津港にやってきたんですけど、少しだけ夜釣りをしてたら一発目、久しぶりにまたヒトデを釣っちゃいましたね。意外とヒトデって動いてるもんなんですね。なんか触手がピクピク動いてて、なかなか気持ち悪かったっすね。まずはキュアから狙っていきましょうかね。とりあえず朝になってからまた釣りを再開したって感じですかね。まあ昨日ヒトデを釣った後にちょっとさすがにライブ後疲れてたんで、ちょっと仮眠したら思いのほか車の中で寝てしまって、完全にもう起きた時には太陽も昇ってて、ちょっと暑いぐらいの状態になってましたね。しかし宮津港を初めて来たんですけど、まあ際元当たりは出るんですけどね、なかなか魚がちっちゃいか乗らないですね。いやー、しかしなかなか際元魚がちっちゃすぎるせいか乗らないもんで、これがまあミニサビキとかそういうのを使ってたらそういう魚がちょっと釣れるんかもしれないんですけど、僕のやってる胴付き仕掛けやとなかなか餌に食いついても針にまではなかなかかかってこないですね。まあ途中で一匹だけ気づかない間にすごいちっちゃいの釣れてたんですけど、全く気づくことがなかった。魚がついたまま何回もキャストしてしまいましたね。乗らなかったですね。ちょっとちっちゃいかもしれないですね。まあ座ってやってても乗らないんで、ちょっと立って真剣にやってみたんですけど、やっぱそれでもダメでしたね。ちょっと木は乗らないですね。ちょっと遠投にしてみましょうかね。ちょっと木はちっちゃい魚が多いかもしれないですね。じゃあちょっと遠投していきましょうかね。まあそれでちょっと遠投にシュートしてみたんですけど、ここ宮津港ではちょっと遠投の方調子が悪く、全然当たりがなくなったって感じですね。ちょっとさっきまで重り2号にしてたんで、ちょっと流されにくいように5号の重り使ってやってみようかななんて思います。結局宮津港では遠投しても全然当たり出なかったんで、ちょっと移動することにしたんですけど、この後島院漁港ってとこちょっとだけ立ち寄ったんですけど、もう駐車場も封鎖されてるような感じでしたね。やっぱり釣り人がちょっと迷惑かけたりとかして、それでまあ漁港の人が困って駐車場とかももう封鎖してしまってたんかもしれないですね。島院漁港ダメやったんで長距離の移動になったんですけど、前回の舞島埠頭に移動しました。さあちょっと宮津港からちょっと舞鶴の方に移動してきました。まあなんとか釣果上げていきたいですね。前回調子良かったんで、やっぱり同じ投げるにしてもちょっと期待が違ってきますよね。お、早々にヒットですね。また当たり的には前回と同じハゼかなって感じですかね。
いや、早々にハゼですね。今日もハゼ祭りかな。まあとにかくこの前島ふ頭は当たりがすごい多いですね。砂地かなんかなんですかね、ハゼがとにかくよく釣れるっていう形 で中に紛れてキスとかも釣れてくるんかなっていうイメージですかね。お、今度はフグですね。フグですね。カレイとかなかなか釣れないんですかね。なんかこういう砂地だとカレイとかもいてもおかしくないんちゃうかななんて、そんなこともちょっと考えたりしながらやってるんですけど、まあとにかくハゼが大量ですね。いや、しかし日本海まだまだ回数が少ないから仕方ないかもしれないんですけど、釣り方がさっぱりわからんって感じですかね。ちっちゃいフグですね。もう少し岩場とかがあるようなところで釣りができたら、大好きなガシラとかいわゆるカサゴですかね、そんなんも釣れたりするんかななんて思ったりするんですけど、まだそのポイントがどこにあるのかもようわかんない状態で、もっと日本海の方も通わんとダメそうですよね。まあこのハゼ釣りはハゼ釣りで結構面白いんですけどね。あとちょっと考えてるのが、ちょっとハゼ釣れた時なんかハゼの泳がせとかしたらマゴチとかも釣れるんかななんて思いますね。ハゼ。しかしこのハゼ釣り、意外とヒットする瞬間の当たりっていうんですかね、いい反応なんで楽しいですよね。まあサイズがちょっとちっちゃいんでファイトシーンはなかなか微妙ではあるんですけどね。ハゼ。さあここでちょっとヒットしたんですけど、ちょっと先ほどのハゼと引きが違うなっていう感じがちょっとするんですよね。ひょっとしたらキスが釣れたんかななんてちょっと期待したんですけど、どうも違う魚みたいですね。ちょっと初めての魚釣れましたね。よいしょ、なんかちょっと違うの来ましたね。これはなんじゃ、またちょっと調べんとあかんですね。先ほどの魚はヒイラギっていう魚で、家帰ってから調べたんですけど、いやーでもやっぱ日本海来るとまた新しい魚がどんどん増えてきましたね。そこがちょっと日本海来た一番の魅力って感じがしますね。ドグちゃん、しかし舞鶴の人たちは気のいい人たちが多いですよね。釣りをしていると地元の人ですかね、ちょくちょく声をかけていただいて、ちょっと喋りながら釣ったりもしてるんですけど、まあそういう釣りもなかなかええもんですよね。ハゼちゃん、いやまあしかしこんだけハゼが大量に釣れるんやったら、今度一回油でも持ってきてハゼの揚げ物でも食べても
そんなんも面白いんかもしれないですよね。今回の日本海の釣りはメインはキスを狙いたかったんですけどね、今日は一匹すらキスを釣ることはできなかったっすね。キスもなんか釣れ出したら大量になんか20匹とか釣れたりするとかいう話も聞いたりするんですけど、どこにいてるんでしょうね。今回は月曜日休みもらって、日曜日のライブからの釣りというかなりハードスケジュールで頑張ってみたんですけど、まあ今日もハゼ祭りでいい釣りができましたかね。まあキスが釣れんかったのがちょっと残念でしたけどね。ハゼ、まあそんな感じで今回の日本海の釣りもハゼ祭りっていう形になりましたかね。ハゼ、まあそんな感じで今日はこの辺で終了しようかななんて思うんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。また次回はちょっと大阪湾の方にしようかななんて思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録なんかしていただけたらありがたいのでよろしくお願いします。もう長らくちょっとカサゴの姿とか見てないんで、次回はちょっとカサゴをメインに釣りに行きたいですね。ハゼ、やっぱ場所移動してもやっぱりハゼばっかですね。